い、ありがとうございます。オフィスビットブレイク、足立明夫です。今日は、なぜか、この封筒、見えますかね。イングリッシュジャーナル編集部、アルクですね。アルクって言うと、エイジローとかってね、インターネットでは有名ですけど、辞書として結構ね、私もネットで使うこと多いです。そこから、Uメールが届きました。なぜなんでしょうかということなんですけども、では、早速開封の儀をいきたいと思います。よいしょ。バリッと開けると、当然ながら、イングリッシュジャーナルが入っております。ところがですね、このイングリッシュジャーナル、今日は8月1日なんですが、この9月号、2013年の9月号ですね、これはですね、まだ発売しておりません。本屋には入ってません。確か8月7日かなに発売なんですよ。じゃあなぜ私の手元にこれが届けられるのでしょうかということなんですが、ですね、この、ちょっと1枚こういうのが入ったりするんですが、これを、ですね、この目次のところを見るとですね、まあ、いろいろこう英語のスピーキング学習の王道とか、ロックスターの、素顔の英語とかね、こういろいろあるんです。ここに知ってる人は知ってると思うんですが、見えるかな。伊藤丈一。IT 系の人はよくご存知だと思うんですけど、MIT、マサチューセッツ工科大学のメディアラボ所長でもあり、であと、NHK のスーパープレゼンテーションって、TED のね、解説なんかをしてる伊藤丈一が、こんなところに、その人の、インタビューとか、そんなのが載ってたりするんですけども、その136ページを見てみます。CD とかついてるんですね。英会話の。私、学生の時にね、ちょこちょこっと何回、いくつかね、聞いたりいろいろしたことあるんですけども、残念ながら全然英語その時は身につかなかった。いいのか、そんなこと言って。さて、ここに、伊藤丈一がいますよね。デジタルの最先端をリードする日本人イノベーター伊藤丈一とかって書いてありますね。で、ここに、伊藤丈一ってどんな人ってこう書いてあるんですよ。こういうふうにね、説明が。で、その最後に、逆さまにするな。この最後の最後、ここ見てください。ここ。逆さまやね。見えました？よっ。ここ。足立明穂、IT コンサルタント。あら？そうなんですね。ここの、伊藤丈一ってどんな人ってこう説明してるこの文章、私が書きました。自慢かいって。はい、自慢です。ということで、何が書いてあるか気になる方は、イングリッシュジャーナル9月号をぜひ、買って読んでみてください。で、これ本当に英語のね、勉強とかはすごくいいと思います。で、いいと思いますといいんですよ。本当に。これ長いね、ずっと昔から出てる、雑誌で、で、ここにも書いてあるんですけども、同時通訳者が教える、必ず話せる英語学習法。本当にその、教科書英語ではなくて、生きた英語ですよね。こういういろんな映画の一シーンだとか、今回のさっきの、伊藤丈一のね、この後ろにこう出てますけども、こういうインタビュー記事、インタビューした内容、それをベースにこう英語が解説されてるんですね。そうすると、こういう言い回しってどうなんだろう。特にIT のね、専門用語とか、そういうのって、英語でどういうふうに言うのかなっていうのは、こういうところを見てると、すごく身につくので、
非常にいいと思います。またこの中でね、伊藤浄一が語ってる内容って非常に面白い内容なので、ぜひ読んでみてください。ということで、以上、今回はですね、イングリッシュジャーナル、まだ発売されてないので、ぜひ8月7日だったと思いますけども、なったらですね、書店に並ぶ、あとは今、アマゾンで、予約受付中になってるんで、そちらで申し込んでください。ということで、今回はイングリッシュジャーナルの開封の儀でした。ありがとうございます。